ドクホリデー。ドクジョン・ヘンリー・ホリデーは、アメリカ合衆国の西部開拓時代のガンマン、ギャンブラー。私学博士の称号を持っていたため、ドクと呼ばれた。ジョージア州グリフィン市出身。1872年、ペンシルベニア歯科大学で歯科医師資格取得。アトランタ市で歯科院を開業。しかし、間もなく、肺結核にかかり、余命数ヶ月を宣告される。 結核をできるだけ悪化させないようにと、より乾燥した西部へと移住を決意。テキサス州ダラスに滞在するが、ここで手っ取り早い収入源のギャンブルに目覚める。また、コーロ論から殺人を犯し、テキサス州、ジャックスボロに移動。これ以降南部諸州を彷徨い、多くの殺人を犯すことになった。結構しやすい性格と、一度足を宣告された、経歴が原因とも言われる。 オーケ牧場の決闘で、ワイアットアープに味方して、クラントン一家と打ち合った。早打ちをするために、銃の照準や角などを削り落とし、引き金を用人鉄に縛り付けていたことで有名。最後は酒に溺れ、コロラド州、グレムウッドスプリングスにて、肺結核で死亡した。医師に余命を宣告されて15年後であった。つまり、荒野の決闘での最後は創作されたものである。 ありがとうございます。